三浦翔平もドン引き。元テレビ東京で現在はフリーアナの鷲見玲奈が口にしたはしたない発言に対し、俳優三浦翔平が苦笑する場面があった。9月24日放送、ドーナツトークでマンションのセキュリティにまつわるトークをしていた中での一幕である。この日の放送では、引っ越し業とお笑いタレントという二足のわらじを履く芸人高倉引っ越しセンターが出演したこともあり、住居の安全性に関する話題へ波及した。これに鷲見は、私、セキュリティが全くないところに住んでいたことがあって、もうガバガバなんですよ、と切り出す。すると、このガバガバとの表現に、ゲストの三浦が、すぐさま、あんまりテレビで言わない方がいいですよ、と苦笑いしながら突っ込んだ。めげずに、トークを続けた鷲見は、セキュリティなさすぎて、本当に後悔したんです。週刊誌の方が入ってきちゃって、家帰ってエントランスに入って行ったら、すみません、週刊ですけど、っていう感じで入ってきちゃって、と振り返り、いかにガバガバなマンションだったかを力説していた。結婚した現在は厳重なガードの固いマンションに住んでいると明かしたはしみでしたが、そのトーク内容よりも、やはりガバガバなる表現にドキッとする視聴者が少なくなかったようです。わしみといえば結婚前は、マッチングアプリで男性との出会いに奔走しているとの報道もありましたし、自らもアナウンサー時代は合コンで出会いをずっと探していた、とぶっち明けたこともあります。そのため、今回のトークにはネット民から、ガバガバなのはセキュリティだけ？カラオケ店で先輩アナとの疑惑もあったし、いろいろとガバガバなのはみんなわかってますなどのいじりが寄せられてしまいました。三浦がドン引きして諭したように、人妻の人気アナウンサーが全国放送で口にする言葉遣いではなかったかもしれない。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。